こんにちは、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は高校受験で失敗しないための対策というお話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、やっぱり一番多いのが高校受験、こちらに関する、ね、相談です。で、私自身今までにね、もう本当に数え切れないくらいの子どもたちの受験をサポートしてきました。たくさんね、合格報告もいただいております。例えばこちらの方、そしてこちらの方、さらにはこちらの方、こういったような方たちというのは私が勉強会やあとはですね、メールサポートなどを通してサポートして、合格、無事にね、第一志望に合格することができた子どもたちになります。でですね、私自身現在年間ね、大体1000組ぐらいのね、受験生をサポートしています。で、そういった子たちをね、日々見ていくと、やっぱり受験がね、うまくいく子もいれば、やっぱりうまくいかない子もいます。この違いっていうのがね、いろいろ見えてくるわけですね。そこで本日の動画では、この高校受験に失敗しない子たちが、うまく成功している子たちですね、どんな対策をしているのかっていうお話をしていきたいと思います。特に重要な対策が3つあります。この3つさえ意識していただければ、あなた自身もね、もしくはあなたのお子さんも確実に志望校に合格できると思いますので、参考にしていただければと思います。はい、最初にお話ししたいのが、細かい計画を立てようという話です。こちらどういうことかというと、やっぱりですね、受験に成功している子たちっていうのはもうね、最初の段階である程度計画を立てているんですね。例えばじゃあ4月はこの勉強をしよう、5月はこれをしよう、7月はこれをしようっていうような、大まかな流れですね、これを立てている子の方が受験の成功率っていうのは大きく、高まります。で、なんでこれ大事なのかというと、結局ですね、受験に失敗してしまう子というのはもうね、なんか適当なリズムでね、適当な流れで勉強を進めてくるんですね。そうするとどうなるか、もう受験の直前になって、やばい、英単語が全然覚えられていないとか、やばい、漢字が全然終わってない、問題集が全然終わってない、こんなような状態になってしまうんですね。でも、ある程度計画を立てている子であれば、やっぱりですね、この時期にこれをやる、この時期にこれをやるっていうのは決まっているので、やっぱそこまでに終わらせようっていうね、こういう明確なね、目標を持って進めることができるんですね。なので、やっぱり偏差値が上がっていくスピードっていうのも速くなります。で、この時のポイントは、特にですね、この計画っていうのは変わっても問題ないってことです。やっぱり最初に決めたものがね、そのまま最後まで行くっていうのはなかなか珍しいので、ある程度ね、変わってしまうのは仕方がないです。そこまで踏まえても、ある程度ね、やっぱ立てておいた方が合格率っていうのは上がりますので、まずは高校受験の計画、こちらを立てていくってことを意識してみてください。はい、次に目標を立てようという話をしていきます。やっぱりね、受験に受かる子っていうのは、明確な目標、これを持っている子は非常に多いです。明確な目標というのはどういうことかというと、僕は必ずこの高校に入るんだって、そういう明確な志望校ですね。やっぱこれを持っている子の方が合格率っていうのは大きく上がります。で、なんでかというとですね、やっぱり目標がある方がやる気が出ますよね。だからそれに向かって突き進んでいこうって気持ちが出てくるわけです。一方、目標が曖昧な子、なんとなくこれぐらいに入れればいいかなって子だと、やっぱりやる気が出てこないんです。なので、志望校に受かる確率も下がってしまいます。なので、まずは目標を立てる、これをしっかり意識してみてください。で、この時のポイント一つあります。こちら何かというと、明確に1校に絞る必要はないってことです。ここかここ、これの3つのうちのどれかに入ろう、その中でも、もし偏差値が上がったらやっぱりここに行きたいと、でもダメだったら次はここっていうような感じで、いくつか決めておくと、最終的にね、そこまで偏差値が上がらなかったとしても、そこで慌てることなく次の目標に切り替えてやっていくことができますので、1個に絞るんじゃなくてですね、いくつか決めてそこに向かって頑張っていく、これをぜひね、意識していただければと思います。はい、次に効率のいい受験勉強をしようという話をしていきます。やっぱり受験にね、成功する子っていうのは自己流で勉強していきません。どういうことか、例えば、世の中にはね、効率のいい勉強方法と悪い勉強方法があるんですね。で、何も考えず無意識に勉強していると、絶対悪い勉強方法でやってしまうんです。これは偏差値上がっていきません。そうではなくて、あらかじめですね、この効率のいい勉強方法を自分で調べて、その通りやっていく、こういった子が受験には受かりやすいです。で、実際に私自身もね、過去にたくさん動画上げています。例えば高校受験
英語道山家とかね、高校受験理科道山家というふうに調べていただければ、まあ過去に挙げたね公立のいい受験勉強法たくさん動画出てくると思うので、もしあなた自身がですね、じゃあどういう勉強で進めていったらいいかってわからなかったら、こういう動画を参考に自分で自己、勉強を進めてみてください。絶対にですね自己流で多分こうやってやったらうまくいくだろうって感じで進めていくと本当にね、受験っていうのはうまくいきませんので、この部分一つね注意していただければと思います。はい、最後にですね、まあ、本日は3つの特徴をお話ししたんですが、まあ、それ以外にも実はですね受験に成功する子っていうのは、いくつか特徴があります。このあたりは私のホームページの方に詳しくまとめております。この動画の下の詳細欄のところにねホームページの URL 貼っておきますので、もしよかったらこちらも参考にしていただけると嬉しく思います。